はいどうもとどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけでこちらコメントでコースリクエストいただきました。テクニカルに雪原を駆け抜けろ100秒スピードラン、今までのスピードランの中では一番難しいと思います。皆さん遊んでみてください。クリア率が1800分の0だね。いや正直これはちょっとクリアできるかどうか今かなり不安なところではありますけれども、まあまあ挑戦は、まあコースリクエストをいただいたコース、全て確実に挑戦はさせていただきますのでね、まあちょっとクリアできないこともまああるんだけども、挑戦に関しては全てのコースさせていただいておりますので、このコースももちろん挑戦させていただきたいなと、思っておりますけれども、ここちょっと待ってよ。あー、ここがかなりお急ぎのようだ。あー、なんか一応間に合ったわ。まあまあそこまであれか、時間がギリギリすぎて全然っていうことでもないっぽいね。ちょっと待ってよ。まあ一回行けるとこまで行ってみようの精神のもと、ブラックパックンがいたら反射で、どうしてもね、反射でこう、しゃがみジャンプクルーンをしちゃうよね。あれ、ここどういうこと？ここよくわかんないんだけど、一回じゃ奥、まあでもそうだよね。なんか坂道、緩やかな坂道とかがあったら、なんかこう、坂道にぶつけつつ、ぬるっとその落ちてくるやつを拾ったりとかできるのはわかるんだけど、こんな平坦な道でさ、投げながらもう一回自分で拾って再利用するって、できるんかな？やったことないな。まあ一回奥戦法で進んでいこうか。ちょっと時間がきつきつだったらなかなか辛いねっていう話だけども。ワン、三段ジャンプっぽ。ワン、トントントン。あれ？もっとこっち攻めなきゃダメだったね、じゃあ。まあまあ一応いけるのはいけるから、ちょっと行ってみるわ、とりあえず行けるところまで。ここにこうぬるっと置くことでオンオフが切り替わってそっち行ける。さ、なるほど、そこにしっかり止まる感じ。ワン、クン、トントントン、トーンで OK! で、さっき何でやられたっけ？あっこで一回止まるんだ、あのドスのところで。で、ちょっと待ってよ、ここ。ワン、ツー、三段ジャンプ。ちょっとだけ早めからやっといた方が OK、いい感じがしました。これは飛んでく感じ？飛んでく感じっぽいね。あっこの沼に入ったら多分積むやつでしょうね。OK、OK、これで裏面を経由。裏面がどういう作りになっているのかによってこのコースの難易度かなり、決まってくるかなという感じですけれども、はい、ワン、ツー。そう、裏面って全体図で分かんないからね。ちょっと今回めっちゃ具だったから時間は絶対間に合わないんだけど、まあまあ行けるとこまで行ってみるわ。オッケー、まあクリア率1000。なるほど、超ジャンプ3段オッケー。ちょっと待ってよ。そこで一マス入りか。めっちゃむずいな。いや、ここめっちゃむずない？ここめっちゃ難しいと思うわ。うわ、いけた！オッケーオッケー、ちょっと待って、今回ちょっと結構下っちゃったから、時間はちょっとないかなと思うんだけど。なるほど、なるほど、そういうことか。うわ、めっちゃむずいな、これ。オッケー、やった、いけた！で、ちょっと即死だけやめて。なにこれ、めっちゃ怖いやん。これ何回もやんのやだ。なになに、わからん、わからん、わからん。ちょっと一瞬ちょっとごめん、めちゃめちゃ難しいからこのコース。ちょっと空間停止術を使わせて。ちょっと待って、ごめんね、そういうことやって。いやでもめっちゃ難しいんだよ。でさっきのブラックパック抜けるところもちょっと正直めっちゃ難しそうだなという印象を受けました。なので、何回もあれやり直すのはちょっと辛いなと思って、ちょっと空間停止術を。終わり？うわ！あー、ちょっと待って、しゃがめてない！うわ、最後にそんなん入ってくるか。えぐー！なんだこのコース、えぐいな。あー。いやー、低い今度は。いや、やっぱりね、これ勢いはいると思うんだよ、あの配置って。こう、勢いない状態で入ろうと思うと結構ね、辛いんだよ。だからやっぱり勢い、うん、そうそう、やっぱ勢いないとこうなっちゃうんだよ。だからちょっと待ってよ。まあ、これが決まればって話なんだよね。いや、これを、あそこまでのスピラン走った最後にやれっていうのはなかなかにえぐいよ、あれは。いや、ちょっと、ごめん、ラストチャンスにさせて、これ。もうちょっと心がボキボキ折れてきた。もう心がボキボキ折れてきた。あー、ダメだ。オッケー！というわけで、本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。あ、そういえば、このコース動画にしてないわ。
今機体のコースから見つけたけど、トノマルさんに送る青と緑の時間が足りないスピードラン 0.3%。 いやこのコースねめっちゃ覚えてるわ。なんか数ヶ月前生放送やるときに、ちょっと一回生放送始める前にちょっとウォーミングアップとしてなんかコース遊ぼうと思って機体のコースバラバラめくってたら、このコースがあって、あれトノマルさんに送るって書いてあると思って。でもそのあれなんだよ、生放送に向けた準備をちょっとしなきゃいけなかったから録画をしなかったんだよその時。だから録画せずになんかぬるっとクリアしてそっから動画にこのコースそういえばしてなかったなっていうコースに今再び、期待のコースとして巡り合うことができましたので、やっていきたいと思います。そうこのコース、まあ一応でも一回クリアしてるんで、これは候補は知ってます。そうなぜか時間がね足んないんだよこれ何回やっても。だからこれどうやれば間に合うのかという、まあ、クリアズ 0.3% 結構難しい、お題なんですけれども、どうすんだっけな、ワン、ツー、サンでこういって、こっから、これ苦手なんよな、これ乗っていくの。これに乗ってジャンプすればいけるっていう。オッケーオッケーオッケー、決まった決まった、オッケーオッケー、これこれこれオッケー。いや、結構苦手なギミックだけども、まあまあクリアさせていただきました。というわけでコース作っていただいてありがとうございました。夜をかけるスピードラン、池を救え毒、クリア率が734分の0。やってまいりましょう。これめちゃめちゃクリアしてないけど、そんな難しいコースなんかな。さあ、夜をかけるスピードラン。なるほど、はい。あー結構三段ジャンプの判定がシビアな感じだね。ワンツー三段ジャンプ、あー一緒で多分クルンせずにちょうどいい、設定になってんじゃないかな。ここスピンだね。はい、スピンオッケーで、うん、あ、これ一番下のここからならいけるってことが、オッケーオッケー。てかこのコースあれだね、よく見、あ、ミスった。よく見たら制限時間めっちゃあるんだね。オッケーオッケー。さあここスルッと抜けて、ここちょっと待ってよ、調子乗ったらすぐやられるギミックだねこれはね。オッケーで、ワンツー三段ジャンプ、届く、オッケーオッケー。でこれはこうな、これかぶるやつ、あーかぶって右に行けばいいんだ、オッケーオッケー。じゃあこれはこう行ってここで投げといて、はあはあはあ、なるほど。まあでもなんか一応いけてるっちゃいけてる。このメットは別にもういらんか。これでもちょっと待って、変な積み方したっぽいな。あー多分それをうまいこと踏んだらいけるんかな。オッケー、いや、そこも壁キックがいるんか。オッケーオッケー、来た来た来た。ここ難しいね、ここ入るの。ん？三段ジャンプか、オッケーオッケー、ちょっと待ってよ。まあちょっと慎重に行かせておくれ。こんぐらい許しておくれ。ここ別に、てか三段ジャンプせずとも別に壁キックからのもう今いけたんじゃない？ゴール。オッケーオッケー、ここの三段ジャンプむずい。これさ、ワン、三段ジャンプの歩幅じゃない気がするんだよな、微妙に。これもうゴールってことよね。オッケーオッケー。あ、意外とサクッといけたね。一発マリオナンバーワン、ワンワンをすべて3体倒してからゴールやってまいりましょう。これドア入って、なんか空中に浮いてるけど。はぁ、はどういうこと、どういうこと、ちょっと待って、どういうこと、大きくジャンプしてみよう、大きく。大きくジャンプしたら、あれ、ドアだ。ドアだ。ドアだってことは、このブロックに乗っとかないとここ入れないで、どういうことだ？じゃあ乗り移って、こう行って、こう行って、ここ帰って、そこ乗るみたいな？はいはいはい。で、ちょっと待ってよ。ここ！オッケーオッケー！ここ乗っといたら、じゃあもうこ、あ、これでゴールなんだ。めちゃめちゃ簡単だったわ。これでドアに入ってゴールという感じでございました。いやーみんな来たわ、これ。このコース一発でできたら1億円くれるらしいわ。オッケー、やってまいりましょう。チャレンジ数が今214分の2ということで。だから、自分が今からクリアします。で、挑戦数が215だったらもう完全に1億円チャンス。しかも時間500秒あるんだ。じゃあゆっくり行こうや。ね。ここにね、隠しブロックとかがある可能性もね、ないことは。ワン、ツー、ちょっと待ってよ。ワン、ツー、三段ジャンプ、オッケーオッケー。さあ、いけるんじゃない？これ1億円あるよ、みんな。これスターどうなってた？スター、いや、これスターとっちゃダメなやつだな、これ多分。あのスターは絶対引っ掛けスター。これは蹴っ飛ばして大丈夫で、まあさすがにこれは走ってて大丈夫でしょうと。これはもう1億円来てるね。これガチで1億円来てるね、これ。1億円もらえるわ。1億円あったら何年遊んでくるするんだろう。これはまあ普通に飛び越していけば大丈夫で、その鍵ドアはまだ行く場所じゃないよね。だって鍵持ってないもんね。で、これは何ですか？どれかに鍵が入ってる的なお話？ん？何ここ？え？どうなってる？ん？あれ？わかんねえ。
え、わかんねえ。え、どうなってんのこれ。え、鍵がないし、行ける場所も特に増えてない。飛ぶじゃ、1億円がかかったジャンプ重っ。ちょっと待ってよ。ワン、ツー、サン。あ、ちょ、3段ジャンプが出てないけど、まあいいや。おい、1億円失っとるやんけ。なにこれじゃ。え、あー、この端っこに隠し鍵があったんだ。うわ、それはでもちょっと反応してくれなかったから運が悪かったという感じだね、それは。うわ、つら。このジャンプが要はちょっとシビアっていうことだとは思うんだけどもさ、この鍵ドアに入って、うわ、これ全然一発クリアあった。あー、ちょっとみんな誰か1億円チャレンジ代わりにやってくれや。OK! というわけで本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。すいませんでした。申し訳ございませんでした。ちょっとあの最後の、時計一マス抜けるのが、最後まで行ってやられて、最後まで行ってやられてを繰り返すうちに完全に心が折れてしまいました。大変申し訳ございません。ちょっとクリアできませんでした。またいつか気が向いたらリベンジさせていただきます。はい、すいません。本当にクリアできなかったです。すいません、どうも。